ふと自分もいずれ死ぬのかと思うと怖くなる時があります。生物と死を恐れるのは当然かもしれませんが、先住民はどのようにして死を迎えるのでしょうか。穏やかな臨終でしょうか。はい、現代社会に生きる私たちは自殺もせず病死もせず老衰で命が燃え尽きぬまで懸命に生ければ穏やかに死を迎えられると思いますか。多分そうなると思いますけど、みたいな。だから医療にかかるとそうじゃなくなっちゃうのはありますけどね。どうしてもあの中部付けせざるを得なくなるからさ。まあ、ただ最近はあの在宅医療とかでどっちかっていうと自然死に近い感じで死ねる方策もあるので、その辺をうまく活用するということが望まれますが、先住民本当に古くからの伝承に基づいてやってた先住民ね、もう今いないんですよ、そういうのほとんど。それは本当にあの野生動物みたいな、今でいうと猫とかでもそうなんですけど、そういうのと同じでそーっとなんかあの死にに行くみたいなぐらいのイメージはありますよね。当たり前のように自然に帰るみたいな、特にプレッシャーもないし死ぬの嫌だみたいなのもないし、家族も泣いてくれるし、でもまあ摂理だみたいな感じで死んでいくので、そういうのは羨ましいっちゃ羨ましいですかね。病気になっても今の時代でも先住民のモノマネみたいなことはできると思いますよ。あんまり無理に抗わないでね、自然に死ぬみたいな。ただまあ現代医学のね恩恵を被れるときはうまく使うことはありだと思ってます。私西洋学別に否定してるわけじゃないんでね。例えば大腸がんになって腸閉塞になってるってなったら別に手術してもいいと思いますよ。その方が食べて最後死ねるから、その方が私はいいんじゃないかなって思うしさ。なんか原理主義に入らない走らないようにした方がいいとは思うけど、本当にうまく使えてんのって言ったら、ほとんど全ての人が全然うまく使えてないってイメージですね。オーガニック系の人って不自然な人が多いよね。死に方とか何も考えとなみたいな、とにかくあの恐怖にテンパってるだけの人々イコール自然派ってイメージがあるから、その辺はちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなっていう気はします。で、あのなんだっけ、大往生するなら医療にかかるなってね、検討者の有名な本がありますけど、まあ、あれは結構私いい本だと思いますよ。変にいじらないからね、終末期うまく迎えられるみたいな本なんですけど、あれは私同意できるかなっていうふうに思ってますね。